フラポテ大好きエルフダ役の伊藤彩紗です。こちらはテレビアニメエルフさんは痩せられないにてエルフダさんが愛してやまないポテトについて熱く語っていくトーク企画、その名もポテトークです。だからまあこのがなりに慣れてないな。アニメ放送日に毎週ゲストの方をお迎えして熱々のトークをお送りいたします。本日ともにお付き合いいただく方はこの方。はい、皆さんこんにちは、直江智敦役の石井貴秀です。お願いします。早速石井くんの好きなポテト料理や、はい、今まで食べて美味しかったポテト料理を聞きたいななんて思うんですけど、ポテト料理ってなんかパッと出てこなくない？なんでだ。え、いやなんか肉じゃがとか、なんか美味しいポテトで溢れているだろう。お芋料理ばっかり。お芋料理、肉じゃがもポテト料理ですよ。でも一応入るか。入ります。そっかそっか。肉じゃがが好きですか？まあ肉じゃがも好きですけど、味ですね。まあでもやっぱり小さい頃に食べたあのアンマンのあのスマイルのポテトが一番美味しかったかな。美味しい。私も大好きです。あれが一番美味しいかな。確かに思い出も込みで美味しいというかね。そう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 、分かりますよ。よくおばあちゃんに出してもらいました。あったかい話じゃないですか。現場でもね、あの、はい、すごいケータリングがポテトだらけじゃないですか。いや、そうなんですよね。石井くんも毎週なんかあの楽しみながら選んでいる印象があるんですけど、今日も食べてたもんね。今日はあのうんうん、これだ。めっちゃ移動してる。マイク前を離れ。これだ。ポテトフライのフライドチキン味。お、駄菓子とかに、駄菓子ですね、駄菓子屋さんとかによく売ってるやつ。駄菓子のポテトを食べたんですね。これがいっちゃうまいんですよ。いっちゃ美味しい。これナンバーワンポテトだ。ナンバーワン、まあ今のところナンバーワンポテトですね。今日もナンバーワンポテト。第2位はジャガーウミさん。あ、本当に毎週いろんな種類を追加してくださって。そうなんですよね。もうなくなったら増やしますからって言ってくださって。そうそうそう、なんかそれすら圧を感じますよね。なんかあの減らしてくださいねみたいな。確かに分かりますよ。もう痩せさせないっていう思いがね。皆さん食べてカロリー摂取してくださいねみたいな、ね、本当に伝わってきますけれども、はい。そんなわけでポテトのお話を聞いてまいりましたけれども、うん、公式 X では私たちキャストが各話の見どころを書いたイラストが公開されておりますが、うん、今夜放送の第1話は私と石井くんが書いております。はい、書きました。というわけで私たちも書かせていただきましたが、はい、まず私が書かせていただいたのは、口から恐ろしい量のポテトがこぼれているエルフダさんという。もうなんか未確認生命体みたいな感じになってますけど。ポテトを詰め込めるだけ詰め込むというエルフさんの可愛らしいイラストですね。いや、もう詰め込みすぎて可愛いよね。口がどれだけ大きいんだろう。うん、可愛いよね。うん、可愛いですね。可愛いですね。うん、可愛い。そして石井さん作直江が何やらアドバイスをしてくれています。うわ、これはまあね、一応代表する、まあ、場面といったらやっぱ、うん、エルフダさんがね、最初はぽっちゃりからちゃんと痩せると、ちゃんと成功している、ちゃんと1話で成功してるんですよ。そう、この作品1話で終わりじゃないかって皆さん思うと思うんですよね。確かにね、やっぱ最後の最後でねみたいな、象徴していますね、はい。すごくアフレコのなんかあの休憩中とかに書いてたんですけど、うん、石井くんがいや僕ちょっと上手いんですよ。あ、そうですね、ちょっと上手いんですよって言ってたの。え、何ちょっとって何みたいな。いや、皆さんね、ほらちょっと上手いって言う人ってどのタイプの絵柄なんだろうと思ったら、確かに上手、もう全然上手じゃない。いや、まあ、中学時代くらいまでにはあの漫画家目指してて絵を描いていたんで、その時の名残ですね。そうなんだ。なかといって、うん、あの全身描けるわけでもなく、あの上半身にしか描けないんです。うんうん、だから上半身なんだ。そう、だから上半身だけなんです。本当だ、そうなんです。よく見たらそんな、いろいろごまかしてます。が、ね、あったので、も全然上手で素敵なイラストです、はい、ありがとうございます。これ毎週見れるのすごく楽しみですね。確かに、うん、はい。そんなわけで、まあ、1話というわけで出会いというか、はい、まあ、こうやって我々エルフさんと直江が、人間が出会い、物語が始まっていくというところが描かれております。そうですね、本当に始まりですね、はい。そんなわけで、まあ、ポテトが食べたくなってきましたね。うん、あのフライドポテトまた食べたいな。食べたいでしょう、うん。そんなところで最後にお知らせです。テレビアニメエルフさんは痩せられない第1話は本日25時30分より東京 MXBS11 他にて放送開始です。はい、フライドポテトをお供にして楽しんでいただければと思います。うん、ビルティー。以上、フラポテ大好きエルフダ役伊藤彩里と、たった今本当にお腹が鳴り始めた直江智敦役の石井貴秀でした。バイバーイ。